種田,田三島家の写真。種田,田三島家12月3日から1940年10月11日は、日本の自由立俳句の俳人。三島家とだけ呼ばれることが多い。沢軍の生まれ、騒運の小木原聖泉水門家。1925年に、熊本市の総統州法恩寺で、出家特度して候補と改名。本名、種田昭一。 JR 豊富駅天神口前にある、種田三等家増寺有立俳句の代表として、同じ、総運の小木原聖泉水門下の同人、尾崎放斎と並び称される。三等家、放斎ともに酒癖によって、身を持ち崩し、死である清泉水や金崎地等村ら支持者の援助によって、生計を立てていた。その起因は、11歳の頃の母の闘身自殺にある。 なお、三等化とは、能音の一つであるが、三等化の生まれ年の能音は、三等化ではなく、洋流木である。三等化は、三十種類の能音の中で地面と意味が気に入ったものを選んだだけであると、騒音の中で三等化自身が書いている。また、三等の定義には、仮想場も含まれている。このことから、三等化イコール仮想場の比と解釈できるという説も、ある。 三等家がこの意味を意識して名前を選んだ可能性について三等家の母親の死との関連性が指摘されている。30歳の頃にはツルゲーネフにかなり傾倒し三等家のペンネームでいくつかの翻訳をこなしている。金子藤田によれば三等家の父竹次郎はツルゲーネフの父セルゲイ・ツルゲーネフになんとなく似ているという。セルゲイは騎兵大佐で 美男子で体格が良く、意思白弱で公職で、理にさといえ、結婚も財産目当てであった。竹次郎はセルゲイよりも、お人好しではあったが、目の大きい寛容の層の人だったという。美男子で女癖が悪く、目かけを幾人も囲い、政党との関係に巻き込まれてからは、金遣いも荒くなった。冷ややかで、公職、意思白弱という特徴は、セルゲイと、 共通していた。三等家は晩年の日記に無駄に無駄を重ねたような一生だった。それに酒を絶えず注いで、そこから苦が生まれたような一生だったと記している。その時にはすでに無一文の古事記であったが、古事記に落ちぶれた後、克明な日記をつけ続けている。その放浪日記は1930年以降が存在し、それ以前の文は自ら焼却している。死後。 移行日記が公開され、生涯の一部が明らかになった。防府市内にある、種田三島火星河後出身校の現、山口県立山口高等学校。ありがとうございます。